小賀野秀樹は、日本の写真家、小賀野写真事務所、小賀野スタジオプロダクション代表。公益社団法人日本広告写真家協会制、会員。佐賀インターナショナルバルーンフェスタ公式フォートグラファー。佐賀県鹿島市出身。中学生の頃より写真に興味を持ち、撮影や現像に熱中する。佐賀県立佐賀西高等学校2年生の時、文化祭発表用に、 コメディ短編映画、ドキュメント陸上部を8ミリフィルムで撮影。1980年、日本大学芸術学部写真学科に進学。1981年、キアノン・ヤング・ヤングフォトコンテスト入選。在学中に、写真導入し、レバンの編集に参加する。1983年、カメラ毎日3月号に、金の街、公の前を発表した。同年、 日本大学を卒業する。佐賀広告センター入社後は、広告写真、ビデオ映像制作、クリエイティブディレクター、プランナー、コピーライターなどを務める。1986年、1988年、日本広告写真家協会展入選。1990年、社団法人日本広告写真家協会制会員となる。1995年9月、 フリーとなり、佐賀市鍋島に小賀の写真事務所を創業する。2000年、佐賀新聞日曜版に全15段カラーで、フォトエッセイ校を歩くを26回連載した。ありがとうございます。